皆さんこんにちは。今回はまた新たに登場した便利なツールを紹介していきたいと思います。 SIM ブリーフを使ってフライトプランを計画されている方が多いと思いますが、先日ナビグラフより SIM ブリーフディスパッチというツールが登場しました。今までは SIM ブリーフ利用時はフライトプランをウェブページで作成していましたが、このツールにより MSFS のツールバーからフライトプランを作成できるようになりました。このツールでもうウェブページへ移動することなく、 SIM 内でフライトプランの作成も完結できるので、かなり便利なアイテムになりそうです。まずは詳細と導入について見ていきましょう。この SIM ブリーフディスパッチでは、ナビグラフを有料でサブスクリプションされている方はナビグラフハブよりインストールができます。サブスクされていない方は SIM ブリーフのウェブページのダッシュボードよりダウンロードができます。こちらの場合はダウンロード後、回答したデータをコミュニティフォルダへ入れるだけとなります。注意事項がいくつかあり、フロープロのパラレル24を入れている場合は必ず最新のバージョンに更新が必要ということです。最新にしていない場合はワールドマップで SIM ブリーフのボタンが表示されないということです。そのためアップデートの方は最新のものにしておきましょう。 MSFS を起動させ、ワールドマップではこのように表示されます。右下の SIM ブリーフをクリックすると、ウェブ上で使っていた項目と同じものが表示されます。あらかじめナビグラフのサインインの方はしておきましょう。 QR コードまたは URL をクリックし、ナビグラフにサインインします。新たにフライトプランを作成する場合は、このニューフライトをクリックして出発空港や到着空港を入力していきます。これに関してはまた後ほど紹介します。この下のエディットフライトでは、現在有効であるフライトプランを編集することができます。またビューフライトプランでは、フライトプランで確定している情報を確認することができます。乗客の数から燃料の情報やエアタイムなども記載されています。下の方にスクロールしてブリーフィングプレビューを見ると、 OFP もこちらから確認することができます。次にセーブフライトは、ニューフライトで作成したフライトプランの保存場所になります。メニュータブで使用頻度が高いのはこの辺りかと思います。次のセーブドエアフレームズでは、それぞれの機体をより細かくカスタマイズできます。客席数や機体の重量関係、またフュエルプランニングなどもあり、機体ごとにプロファイルを作成できます。新しく作る場合は上部のニューエアフレームをクリックすると作成することができます。次のウェザー&ノータムでは、空港ごとにメターやノータムを取得できます。空港のフォーレターコードを入力すると詳細が表示されます。次のパフォーマンス&ツールでは、離陸時や着陸時のパフォーマンス計算が可能です。上部のポピュレートフロムラストフライトをクリックすると、最後に有効にしたプランが表示されます。キャリキュレートをクリックすると、テイクオフパフォーマンスを自動的に計算してくれます。機体や等によっては、ここ最近ではフライパッドでもよく見かけるようになりました。ランディングパフォーマンスのページも、ショーオプションズをクリックすると同様に表示されます。ここでもキャリキュレートを押すと、パフォーマンスの方を自動的に計算してくれます。少し SIM ブリーフでルートの方を作ってみたいと思います。ニューフライトをクリックし、フライトプランの作成に移ります。まずはエアラインコード、今回はユナイテッド航空の3レターコードを入力します。フライトナンバーの方は自分で指定したナンバーも入れることができます。次がデパーチャーですね。出発空港を入力します。今回出発空港の方はサンフランシスコ国際空港ですね。4レターコードの KSFO を入力します。アライバルの方は KLAX を入力しました。次のオルタネートですね。万が一着陸ができなくなった時の代替空港になります。オートにしておくと自動的に代替空港が設定されます。隣はデパーチャータイムですね。この辺りは表示された時間で特に変更しなくてもいいと思います。次のエアクラフトタイプでは、自分が飛ばす機体を選ぶことができます。
今回は 737MAX を選択しました。機体の方を選択するとルートの方が表示されます。エアフレームの方は先ほど紹介しましたが、機体の方をさらに細かく設定することができます。今回はデフォルトのままやっていきたいと思います。次にクライムプロファイルは、現在表示されているのが1万フィート以下で250ノット、さらにその上で280ノット、Mach78 に加速するプロファイルとなっています。次にコストインデックスですが、コストインデックスとは速度が速くなれば燃費が良くなり、時間がかかった場合発生するコストが増えるといった感じです。数値の方も選べますが、特にこだわりがなければオートのままで大丈夫かと思います。オートにしておけば自動的にコストインデックスが決まります。次のディセントプロファイルは、先ほどのクライムプロファイルと逆に Mach78 から280ノット、1万フィート以下で250ノットのプロファイルになります。次のフュエルファクターというのが、各機体が持っている燃料消費の誤差についてです。機体の経年劣化によりそれぞれ誤差が生まれます。その誤差を修正する数値になります。特にこの辺りも記載されたままで問題はありません。次の ATC コールサインは、航空無線で交信を使用する航空会社のコールサインになります。続いてレジストレーションナンバーですが、機体の識別符号になります。フィンナンバーは各航空会社が機体を識別するナンバーになります。セルカルコードは地上の無線局と航空機が交信するときのコードになります。このあたりもデフォルトのままで特に問題はありません。さらに下に行き、セレクションズを見ていきましょう。エアラックサイクルではナブデータの日付が表示されています。この場合だと2024年11月のナブデータを使用することになります。ナビグラフで有料でサブスクされている方は、ナビグラフハブより最新のエアラックに更新しておきましょう。次のユニットはポンドかキログラムで選択ができます。これに関しては国や航空会社によって変わってきます。国内ではポンドを使用している航空会社が多くなっています。タクシータイムですね。スポットを離れて離陸するまでにどれくらい時間がかかるかになります。今回はデフォルトの数値で、スポットから離れタクシングが20分、到着後スポットインまで8分に設定しています。次のフライトルールは、エアライナーであれば IFR が多いと思います。次にオプショナルエントリーへ進みます。スケジュールブロックタイムは、出発から到着までのトータルの時間になります。今回ディパーチャーランウェイは01レフト、着陸時は06レフトとデフォルトで設定されています。アルティチュード、巡航高度は数値を打ち込み任意の高度に設定もできますが、基本的にオートでもいいと思います。次にパッセンジャー、乗客の人数になります。フレイトはカーゴの重さ、またペイロード、ゼロフューエルウェイトはオートにして自動的に決定されるようにしています。フューエルプランニングでは燃料関係をカスタマイズできますが、こちらも特にこだわりがなければこのようにオートでシムブリーフに決めてもらっていいかと思います。テキストエントリーズは、開くとパイロット ID、キャプテンネームなどを確認することができます。続いてルートになります。ここではすでに飛行ルートが表示されていますが、下に行くといくつか他の候補のルートも選ぶことができます。今回は一番最初に表示されたこのルートで確定していきたいと思います。また作成したフライトプランはセーブフライトを押して保存しておきましょう。これでいつでも左側のセーブフライトから呼び出すことができます。保存の方が終わったら、次はジェネレートフライトをクリックします。これでフライトプランの方が作成されます。フライトプランの作成が終わるとこのような画面になり、確定した情報が表示されます。オートにしていた巡航高度やコストインデックス、その他燃料関係も飛行ルートに合わせた数値に調整され算出されます。上のフライトインフォから少し見ていきましょう。フライトナンバーがユナイテッド航空 UAL737、 コールサインの方も同様となっています。デパーチャー、出発空港が KSFO、
アライバルの到着空港が KLAX になります。オルタネットが KONT、 エアークラフトの方が B38M、 ボーイング 737MAX8 になります。次のデート、日付ですね、07が7日、 NOV がノーベンバー、11月ですね、2024年という形になります。次がデパーチャータイム、出発の時刻とアライバル到着時刻になります。エアータイムの方は飛行中の時間になります。次にブロックタイムですが、1時間29分ということで、これはスポットを離れてから到着空港のスポットに入るまでの時間になります。エアフレームの方は N808SB になります。次のフライトプランサマリーですね。まずアルチチュード、巡航高度が35,000フィート、コストインデックスが21で確定されています。ディスタンス、こちらは飛行距離ですね、今回は345マイルになります。その他エアラックのサイクルや OFP のレイアウト、確定しているユニットなども表示されています。ロードシートの方では、今回の乗客の数やブロックフェールから、カーゴ、貨物の重さやペイロード、オートを選択した項目も自動的に算出されています。ジェネレートフライトを押した時点でフライパッドや CDU の方からロードが可能になります。またインポートイントゥーシムをクリックし、ワールドマップにロードさせることも可能になっています。こちらも試しにクリックしてみます。現在フライトプランをインポート中です。インポートが完了するとワールドマップにルートが表示されます。特にワールドマップに表示させる必要がなければこの操作は不要です。機体のフライパッドや CDU から直接ロードを行ってください。続いて機体を選択した後、 SIM 内でも見ていきたいと思います。この SIM ブリーフディスパッチでは、機体を選択した後も同様にフライトプランの作成や編集の方も可能になります。上部のツールバーから SIM ブリーフディスパッチを選択します。先ほどワールドマップで作成したように、全て同様の操作が可能になっています。過去に作成したフライトプランなどもウェブ上へ移動することなく SIM 内で完結できるので、今回のこのツールは非常に重宝しそうです。また MSFS2024 にも SIM ブリーフディスパッチの対応も計画されているため、次回作でも使用できる可能性が出てきました。ぜひこの便利な SIM ブリーフディスパッチ使ってみてはいかがでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただけましたらチャンネル登録お待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。